皆さんこんにちは。スジログコンビニ情報局のスジエモンです。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの各社から今週発売される新商品をチェックしていきたいと思います。その中から特にお勧めしたい商品を選定いたしましたので、よろしければ参考にしてください。今回は6月7日から13日にかけてコンビニ各社から発売されるスイーツ、ベーカリー、アイスを一緒にチェックしていきたいと思います。それでは厳選要チェック新商品から始めていきましょう。今週の厳選要チェック新商品はこちらになります。セブンイレブンはココナッツバター餅です。餅粉を使用したハワイの家庭料理やホームパーティーに定番の焼き菓子です。バターとココナッツの程よい香りともちもちとした食感が楽しめます。ローソンは生ガトーショコラバニラです。ガトーショコラシリーズに新フレーバーが登場します。ガトーショコラ生地の上にバニラガナッシュとクリームを重ねて、チョコソースとホワイトチョコソースをトッピングしています。チョコとクリーム、バニラの味わいを感じるガトーショコラです。ファミリーマートはモンブラン、イタリア栗、和栗仕様です。モンブランクリームや和栗のペーストなど異なる硬さのクリームとサクサク食感のメレンゲを加えた味と食感の変化が楽しめるイタリア栗と和栗の2種類の栗を贅沢に使用したモンブランです。今週各社の厳選商品をまとめますと、セブンイレブンはハワイスイーツ、ココナッツバター餅、ローソンはガトーショコラ新作、生ガトーショコラバニラ、ファミリーマートは和洋栗尽くし、モンブラン、イタリア栗と和栗仕様です。今週発売する新商品の中で販売地域の広さ、価格、味わい、話題性などを総合的に判断して先ほどの3商品を注目商品に選定いたしました。今週も様々な新商品が発売されますので一緒に見ていきましょう。この後各社の商品の特徴や他の新商品も詳しく見ていきますので、最後まで見ていただけるととっても嬉しいです。スジログコンビニ情報局はコンビニに関する情報を分かりやすくお伝えしています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またスイーツ商品を中心に実際に購入した商品のレビューブログもアメーバブログにて毎日更新しています。概要欄にリンクを掲載しておりますので、よろしければ遊びに来てください。それでは本編に行ってみましょう。最初にセブンイレブンの新商品から見ていきます。6月7日から全国のセブンイレブンにてハワイ観光局公認のアロハナグルメでかわいいねフェアが開催されます。ハワイへ行ったことがある人もまだ行ったことがない人も思い出や憧れでいっぱいになるハワイ、そんなハワイに思いを馳せることができるお弁当、おむすび、ヌードル、スイーツ、ドーナツがそれぞれ発売されます。ぜひこの機会にご賞味ください。今週のセブンイレブンの新商品はスイーツ7品、ベーカリー3品、アイス3品の合計13商品をご紹介します。はじめに今週の新作スイーツ4品をご紹介します。1品目はリリコイ&レアチーズです。酸味のあるパッションフルーツソース、ムース、濃厚なレアチーズムース、ココナッツ風味のスクランブルクッキーで食感のアクセントを加えたカップスイーツです。2品目はココナッツバター餅です。餅粉を使用したハワイの家庭料理やホームパーティーで定番の焼き菓子、バターとココナッツが程よく香り、もちもちとした食感が楽しめます。3品目はもっちりわらび餅練乳いちごです。原材料の高騰により材料の配合を見直して、よりもっちり感のあるわらび餅に変更となりました。また従来の価格から税込みで12円ほど値上げとなります。4品目はスプーンで食べる口どけわらびです。口どけの良いトロトロ食感のわらび餅です。黒蜜をかけてお召し上がりください。続いて地域限定の新作スイーツ3品をご紹介します。1品目はプディングピスターシュベリーソース入りです。じっくり蒸し焼きにすることでとろっと滑らかな食感に仕上げ、アクセントにベリーソースを重ねたピスタチオプリンです。2品目はみかんクレープオレンジソース&ヨーグルトクリームです。もっちり食感のクレープ生地でみかんの果肉、ヨーグルトクリーム、爽やかな酸味のあるオレンジソースを包んでいます。3品目はダルゴナコーヒー&とろけるミルクプリンです。ほろ苦いコーヒームースととろける食感のミルクプリンを合わせた食べやすいカップスイーツです。続いて今週の新作スイーツベーカリー3品をご紹介します。1品目はセブンプレミアムあんドーナツ粒あん4個入りです。さっくりと揚げた生地で粒あんを包み、粉糖をかけた
おやつ定番のあんドーナツミニサイズ4個入りです。2品目はハワイ風リングドーナツです。ふんわり口どけの良い生地にシュガーコーチングをかけてクッキークランチをトッピングしたほんのり甘いリングドーナツです。3品目はカスタードクリームドーナツマラサダです。ふんわり口どけの良い生地にコクのあるカスタードクリームを注入してチョココーチングをかけカラーチョコとドーナツシュガーで仕上げています。セブンイレブン最後は今週の審査回数3品をご紹介します。1品目はセブンプレミアムまるで完熟白桃です。まるで冷凍の白桃を口の中でゆっくりと溶かして食べているような食感を再現した白桃アイスバーです。2品目はセブンプレミアム抹茶練乳氷です。旨味と渋みが感じられる本格的な味わいの抹茶かき氷の中に練乳をたっぷりと入れた抹茶かき氷です。3品目はロッテ梅ガムアイスバーです。ロッテの梅ガムの味わいをアイスキャンディーで再現したアイスバーです。続いてローソンの新商品を見ていきましょう。今週のローソンは新作スイーツが3品、ベーカリー3品、アイス2品の合計8商品をご紹介します。はじめに今週の新作スイーツ3品をご紹介します。1品目は生ガトーショコラです。生ガトーショコラのクリームが後味すっきりにさらに美味しく生まれ変わりました。クーベルチュールチョコや生クリームをじっくりと味わうことができる大人気のガトーショコラです。2品目は生ガトーショコラバニラです。ガトーショコラシリーズに新フレーバーが登場します。ガトーショコラ生地の上にバニラガネッシュとクリームを重ねてチョコソースとホワイトチョコソースをトッピングしています。チョコレートとクリーム、バニラの味わいが楽しめるガトーショコラになっています。3品目はオボレクリームのエクレアホイップ&カスタードです。オボレクリームシリーズ最新作が登場します。クリーム糖質が 25% オフの北海道産生クリームをブレンドしたクリームとカスタードで食べるエクレアです。続いて今週の新作スイーツベーカリー3品をご紹介します。1品目はリンゴ1/2分のアップルパイです。バターを使用したパイ生地でシャキシャキ感のあるリンゴを1/4カットを2個とカスタードクリームを包み焼き上げています。仕上げにスライスアーモンドをトッピングしています。2品目は卵メロンパンカスタード&ホイップです。外はさっくりクッキー生地で中はしっとりのパンでカスタードとホイップをサンドしています。甘い卵風味のメロンパンです。3品目はメロンスコーン4個入りです。食べやすいしっとりタイプのメロン風味のスコーンです。おやつやコーヒーのお供におすすめです。ローソン最後は今週の新作アイス2品をご紹介します。1品目はうちカフェふわふわケーキのピスタチオアイスです。ふわふわ生地にクランベリーソース、ピスタチオアイス、ピスタチオチョコソースをのせてローストピスタチオをトッピングしています。2品目は明治北海道小豆ミルクアイスです。北海道産の乳原料を使用したミルクアイスに北海道産のダイナゴ小豆を贅沢にたっぷりと混ぜ込んだアイスバーです。続いてファミリーマートの新商品を見ていきましょう。ファミマカフェの主力商品アイスコーヒーとアイスカフェラテを世界一のバリスタ粕谷哲司と共同開発をもとにリニューアルし、2022年6月7日より全国のファミリーマートにて発売となります。また今回のリニューアルに合わせてファミマカフェのコーヒー豆を使用したパン、焼き菓子、合計6商品も同日発売となります。さらにコーヒーとのフードペアリングをお得に楽しめる20円引きのクーポン券が必ず当たるキャンペーンも同時開催となりますので、ぜひこの機会にご賞味ください。今週のファミリーマートの新商品はスイーツ5品、ベーカリー4品、アイス1品の合計10商品をご紹介します。はじめに今週の新作スイーツ5品をご紹介します。1品目はモンブラン、イタリア栗と和栗仕様です。モンブランクリームや和栗ペーストなど異なる硬さのクリームとサクサク食感のメレンゲを加えた味と食感の変化が楽しめるイタリア栗と和栗の2種類の栗を贅沢に使用したモンブランです。2品目はショコラタルトです。ガトーショコラと生チョコに華やかな香りのファミリーマートオリジナルチョコエクアドルスペシャルをブレンドした2層仕立てのショコラタルトです。3品目はふわほろエアインチョコサンド塩キャラメルです。ふわほろ食感の塩キャラメルエアインチョコとサクッと食感のクッキー生地に塩キャラメルクリームをたっぷりとサンドしています。4品目はピスタチオ香る滑らかプリンです。北海道産純生クリームとローストしたピスタチオペーストを使用してピスタチオの香ばしい香りが楽しめるピスタチオプリンです。
この商品はファミリーマート限定販売となります。5品目は贅沢果実ゴールド&グリーンキウイヨーグルトです。爽やかで風味の良いゴールドキウイグリーンキウイを使用したヨーグルトです。この商品はファミリーマート限定販売となります。続いて今週の新作スイーツベーカリー4品をご紹介します。1品目はクロワッサンマフィンです。アーモンドケーキ生地をクロワッサン生地で包みアーモンドをトッピングして焼き上げたクロワッサン風のマフィンです。2品目はコーヒーアン&ホイップパンです。しっとり柔らかなパン生地にファミマカフェのコーヒー豆を使用した風味豊かなコーヒーあんとホイップを詰めたコーヒーのお供にぴったりのパンです。3品目はチョコチップスナック6本入りです。チョコチップを練り込むことでチョコが味わえる6本入りのスティックパンです。4品目はスティックスナック6本入りです。ほんのりとした甘みとコクを感じる6本入りのスティックパンです。ファミリーマート最後は今週の新作アイスをご紹介します。セイカ南国白熊練乳ソフトいちご味です。南国白熊かき氷の上に練乳味といちご味の2色巻きのソフトクリームをのせた2つの味が楽しめるソフトクリームです。この商品はファミリーマート限定販売となります。以上が今週各社の新商品になっております。皆さんはどの商品が気になりましたか？よろしければ気になった商品をぜひコメント欄で教えてください。今回の動画が参考になったという方はぜひグッドボタンをお願いいたします。このチャンネルではコンビニに関する様々な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。過去の新商品情報やお役立ち情報もありますので、よろしければもう一本別の動画もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。またねー。